モンベリアル上1616年のモンベリアル伯領、モンベリアル伯領、またはメンペルガルト伯領は、現在はフランスのフランシコンテ地域圏に属するモンベリアルを首都としていた新生ローマ帝国の両方国家。1042年から1793年まで存続した。1444年からは、 ドイツのビュルテンベルク家によって統治されていたため、ビュルテンベルクメンペルガルトとも呼ばれる。モンベリアル伯領は1042年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世により、1033年に帝国の領域となったアルル王国に属するブルゴーニュ伯領の一部を切り離して創設された。モンベリアル伯に助せられたのは、ハインリヒ2世の風神であるスカルポン家の類であった。 初代伯爵ルイは上、ロレーヌ公国の支配者、フレデリック2世の娘のバルジョ伯ソフィーと結婚し、モンベリアル伯爵位は、ルイとソフィーの子孫に受け継がれていくことになる。1163年に、伯爵ティエリ2世が、後継の男子なく没すると、外孫であるモンフォーコン家のメで2世が伯爵家を、相続した。1407年。 モンフォーコン家の女子相続人である女白アンリエットが、ビュルテンベルク博エーバーハルト4世と結婚した。アンリエットは、花嫁持参金として、モンベリアル博領のみならず、グランジュ、クレルバル、パサバン、エトボン、ポラントリュイの統治権、およびサンイポリトや、フランクモンのフォードなど様々な領主権をも、ビュルテンベルク博家にもたらした。これらの領地の一部は、 ブルゴーニュ伯領に属していたが、アンリエットは、先祖から、ブルゴーニュ伯領の相続権の一部を受け継いでいた。この結婚により、モンベリアル伯領は、以前より、リクビールやフェレット、アルザスのオルブールイコールビールなど、現在のドイツ・フランス国境地帯に支配権を拡大していた、ドイツのシュバーベン地方の大領主ビュルテンベルク家の支配下に置かれた。 アンリエットが1444年に死ぬと、息子のビュルテンベルク・ラッハン・ハクルートビヒ一世が、モンベリアル・ハ領を受け継いだ。その息子のエーバーハルト五世は分裂した、ビュルテンベルク・ハ領を統一した際に、モンベリアル・ハ領をもこれに組み込んだが、それでも、モンベリアルは、ビュルテンベルクの俗領にはならずに、帝国直属身分を保持し、ビュルテンベルクとは、 型の上では別々の両方のままであった。暴爆として領域が明確に定まらない、神聖ローマ帝国にあって、モンベリアルを含む、ロマンス諸語圏は、その言語と同様に、諸権利伝統、習慣を維持することが事実上は認められていた。1495年、エーバーハルト5世がビュルテンベルクを、白釈領から紅釈領に昇格させた。 1524年、モンベリアルは、公爵、ウルリヒの下で、プロテスタント両方となった。モンベリアルは何度かビュルテンベルクの君主の、直接統治下ではなく、ビュルテンベルク家の分家の統治を受けた。1593年には、モンベリアル博フリードリヒが本家を継いで、ビュルテンベルク公フリードリヒ一世となったが、1617年に、モンベリアルは再び、 フリードリヒ一世の次男ルートビヒフリードリヒに与えられ、彼の子孫が耐える1723年まで、ビュルテンベルク公国とは分離していた。また1617年以後、モンベリアル伯領は、諸公と同格の伯爵領とされた。1748年に、フランス王類15世が、モンベリアル公領の内エリクール、シャトロ、クレモン及び、ブラモンの4地域を、 フランス領に併合したことにより、縮小した、モンベリアルは再び、ただの白爵領に格下げされた。フランス革命の勃発後、モンベリアル白領は1793年までに、フランス第一共和国によって占領され、40の行政単位に細かく分割された。1796年、第一次大仏大同盟戦争において、 ジャンビクトル・マリー・モロー将軍が、ビュルテンベルク公国に攻め込んでくるに及び、ビュルテンベルク公、フリードリ・ヒオイゲンは、モンベリアル・伯領の領有権を最終的に放棄した。ありがとうございます。